こんにちは。今日はみんなに特別のお仕事を少しだけ紹介するよ。それじゃあ早速見てみよう。チャプター1、高所作業車での伐採。この動画は伐採をしている人の一人称視点の動画だよ。だから画面酔いには十分注意してね。ちなみにこの高所作業車のお名前はスカイマスターっていうよ。空の名人ってとってもかっこいい名前だよね。高所作業車は特殊伐採の時だけじゃなくて、町の電線の点検や工事だったり、船の側面の修理をする時とかにも使われるんだ。それにしてもこの場所って本当に高いよね。でもただ高いだけじゃなくて、作業車に乗って作業する人はこんな風にチェーンソーの届きにくいところを切る時とかは前に身を乗り出さなきゃいけないんだ。そんな時に落ちてしまわないように作業をしている人は作業車に必ず命綱をつなげているんだ。これで安全に作業ができるね。伝染しちまうんだ。幹は上から何分割かに分けて切っていくよ。抜刀斎のごとくスパスパ刃が入っているね。一通り落としたら、次は木の幹を切っていくよ。バリバリ感。
おぞましさを醸し出しているね。おがくずがシャワーみたいに飛んでいくね。みんなはチェーンソーアートってもの知ってるかな。それは今動画で使っているものとは少し違うチェーンソーと、こういった伐採などで切られた木の幹を再利用してチェーンソーで木の幹に彫刻を施すことを言うんだ。その彫刻パフォーマンスを最初に見せるのがこのシャワーなんだよ。この木の伐採もいよいよ後半戦。最後まで気を抜かずに作業していくよ。一等入魂。この木はさっきのよりも排気量の大きいチェーンソーできるよ。今までは枝打ちと幹といっても細いものばかりだったけど、幹も下に行くにつれてどんどん太くなっていくから、さっきまでの小さいチェーンソーではパワー不足で太い幹は切り切れないんだ。最初と比べてとってもスッキリしたね。あとは伐採した枝や木のお片付け。最後まで見てくれてありがとう。